はい、だんだんどうもガオチュウでございます。今回の遠征ちょっとだけ南というか東の方へ来てみました。はい、ここはもうちょっと先ですけど、あ、きつー。はい、茨城県かな、県道の42号だっけ、の、なんだっけ、あれ、なんとか峠あ、道祖神峠、はい、というところに来てみました。通れるのか、まあ対向車がいたってことは通れるんでしょう。ちょっと初めて来るのでどんな道か全く分からず来てます。はい、でも楽しそう。そんなに長い峠じゃないのかな、わかんないな。わ、セカンドだ、やっぱり、セカンドで行きましょう。あ、ちょっと暑いので窓は開けさせてもらってやすやすもうてっぺん、嘘、道祖神峠、まだ先あるでしょ、わかんないけど一旦、あ、上り上りまたこっから上り、一瞬焦った、あんな短いのと思ったんですけどね、まだまだありました。はい、キャッツアイがこんだけあるってことはやばい峠ですかね。やばそうな峠ですね、こんなキャッツアイがいっぱいあるなんて。はい、お、竹林が綺麗です。はい、なかなか面白そうな峠でキャッツアイがあってということはそういう峠だったんでしょうね、だったんでしょうね、そういう峠なんでしょうね、はい、多分、またまあ危ない、スリップの危険ってのもあるんでしょうし、昔やんちゃな方々がやってたのか分かりませんが、はい、キャッツアイがあるってことはそういうことでしょう。いやー、今日本当暑いっすよ。もう何度あるか分かんない。もう関東来るとね、この時期は本当暑い。晴れた日は当然ですが、雨が降るとまあでもそこそこ涼しいのかな、寒いのかな。楽しいな。お、平らになった。いや、この木陰が嬉しい。本当に。いやー、うわ、すげえ、ヘアピン。キャッツアイが取られちゃってる。埋めてあったの取っちゃったのかな。それとも誰かがぶっ飛ばしたのかな。この辺がてっぺん？お、てっぺんか、てっぺん、はい、で今度は下りですね。わー、開けてて眺めがいいっすね。いや、気持ちいいくらい眺めがいいな。ただ残念ながら向こうの山、一番奥の山は霞んで見えない。うん道の中央に草がいっぱい入ってる、生えてるってことはまあまあそういう道かみたいななかなか手入れはされてない。でもセンターラインちゃんとね、黄色いのがあるし、速度制限の制限速度のプリントじゃなくてあの標識って言えばいいのかな、あれもあるし、路面にね、あるし、
はい、なかなか楽しい道、これはやんちゃな人たちは好む道だよね。うん、いやー楽しいぞいいな、初めて来ましたけど、こんなやっぱり楽しい道がいっぱいあるのね、関東には。うん、はい、そんなんでどこまで続くかは全然わかりません。行き当たりばったりで来てるので、わ、なんかセンターポールもあるし、これ楽しい、はい、もうすぐ民家なので終わりかなと思います。いやー、こんな道があったのね。はい、なのでこれで終わりかな、もうちょいかな、まだあるのかな。茨城県道祖神峠、栃木県かな、あれ今さら、はい、今さらです。まあまあ道の名前、峠の名前は合ってると思うので、そんなところを通ってみました。はい、楽しい道でございます。いやー暑い。ということで、また次回の動画でもよろしくお願いします。ここまではガオチューでした。失礼します。